東京への帰巣本能の旅の途中、富士樹海で野犬の群れに入った子犬の竜は、野犬のボスに育てられ新しいボスになっていた。飼い主の中江家では、父親の順次が謎の失踪を遂げ、一家は苦境に陥った。そして1年、幽閉されていた山荘を脱出した順次は竜と再会し、自らの無実の証を竜に託し、凶弾に倒れた。中学2年生の賢治は、父親の無実を信じ、竜を探しに樹海へ入った。賢治と竜は再会したが、竜は蘭を母親とは思わなかった。そして、中江の託したものも竜の首にはなかった。人は迷い子、何気なく見送った後ろ姿。